はい、ニコプチやっていきたいと思います。今回はあれですね、バイバイスペシャルですねバイバイスペシャルってよくわかんないけど、どうしたの？あ、振られた？もしかして。あ、ホワイト、あ、くれたんだ。え、マシュマロってダメだっけ？あ、そうなんだ、マシュマロってお断りって意味があるんだ。それは知らなかったんだけど。そうだよ、それはね、気にしなくていいと思う。だって、え、ホワイトデーでしょ。まあでもさ、なんか私はさ、ほら、こういう人だからさこういう人ってどういう人って話なんだけど、まあ、バレンタインもあげるし、ホワイトデーもあげるんだけど、そのバレンタインあげた人にからホワイトデーにお返しでね、まあ、メンズにね、もらって嬉しいものは、結局、なんかラスクとか嬉しいよね。なかなかさ、マシュマロくれる人いなくない？今までもらったことないな。あ、服は前回と変わってません。この服気に入ってあったんで、ちょっと、もう一パートぐらいこの服でもいいかなと思って。はい。そっか、3月だからホワイトデーなのか。あ、かわいい、ありがとう。とりあえず全員回った方がいいよね、やっぱね。バイバイスペシャルだから。校長も話しとくか、一応ね。なんかある？すーごい初歩的なこと。逆にここまでセーブしずに来る子いないでしょ。だって結構もうプレイ時間そこそこいってるよ、このゲーム。意外とね。何？ちょっと紹介したいんだけど。あら、何？まずここに来て新キャラ？ノキア。ニコプチキッズでずっと活躍した。へぇ。そうなんだ。なんか大丈夫かな？なんかそのニコプチキッズとして、有名だったのかわかんないけどさ、有名だったとしたらちょっと、ねえっていう。意外と、ほら、プライドあるかもしれないからね。あ、本当。何の話？え、今のは何の話だろう。いまいち私に身に覚えがない。じゃあとりあえず今回下から行こうかな。特に出かけるあれはないのね。はい。カツオ君が怒って私に大量のマシュマロ投げつけてきたんだけど。どういうこと？鬼は外みたいな。あれ、それ2月だよね。なんでマシュマロ投げつけてきたの？やだ。どういうこと？何に怒ってたんだろう。ちょっとカツのところ行きましょう。気になるね。え、トガキにチョコレートあげたの？悩んでるんだ。誰かに言わせると。そっか、チョコあげたんだ。私もチョコあげるってコマンドをね、用意しておいてくれたら全然あげたんだけどね。さあ、問い詰めましょう。なんでマシュマロを投げ飛ばしたのかっていうね。ホワイトデーのお返しを配ってみた。微妙な顔。いや、投げ飛ばすからよ。あとマシュマロってのはいけないんじゃない？
なんで無難にさ、ショッピングモールとかのホワイトデーとかの時にコーナーができるじゃない。あそこのなんか無難なチョコレートとかクッキー配っときゃよかったのにね。まあでも勝つとだからしょうがないか。うん。歩がなんか心配してる。確かに。なんか歩変だったもんね、さっきね。なんだろうね。来月になればわかるかな。なんかあれだよね、意外とさ、こう、お話がいろいろあるね、この世界ね。よし。ハロー。ハローだって。あ、メイちゃん。マジか、ラーメンコレクションもそっか練習ができるようになったんだよね。しとく？なんか物拾いはちょっとさ、なんか、秋が来るけど、この、ラーメン系を練習するのは、割と楽しいから、やってもいいよね。そうなのよね。なんかちょっと秋が来るのよね。この、お使いね。はーい。やっぱ練習だからだけどさ、なんかしょぼいわね。なんかしょぼい。練習だからしょうがないんだろうけど。はーい。あ、ローズお嬢ハリいいじゃん。いいものくれたね。なんかあんのかな。なんもないんかいって。じゃあ、トガキね。そう、トガキチョコレート悩んでるんでしょ？誰がないなぁ。あ、そうそう、エリサ卒業特集ね。あ、チョコのこと言ってないよ、特に別に。エリサね。最初はね。何こいつってね。思ってたけど、卒業か。だから要するに来年は私卒業だもんね。もう早いね。リアルの学校生活もこんな感じよね。本当にあっという間よ。別に変な、そんなすごい変なこと思ってないよ。危ないから開かないよ。どういうこと？そうなの？なんだろう。ヒールからビームが出るとか？だったら全然欲しいけどね。あとヒールが急に伸びるとか？それはちょっと危ないからいらないかもしれないけど。なんだろうね。彼女はちょっと追いほっときましょう。ここ何パーとかね、こんな感じだからね。あんま触れない方がいいんだと思う。はい。ちょっと問題児ちゃんと喋りますよ。なんだかんだ言って一番の問題児は彼女だったからね。はい。飾りとメイラ言うと。おごめんね、それに関しては。あなたも、だからなんだろう、もうちょっと、笑顔振りまいたらいいんじゃない？愛想笑いでもいいから。そしたら取り合ってもらえるわよ、きっと。一言だからも適当よね。ムカついた。ああ、なるほどね。でも実際お腹空いたらイライラするしね。でもな
かさ、お腹いっぱいな状態も状態で辛いじゃない？難しいよね。エリさんに喋りかけなきゃな。何？おすまし。はい。優しく。はーい。あ、いい感じ。使えそう。ありがとう。よしよし。では、手振ってる。あ、出たよ。エリサ、今月卒業。ほんとね。もう最初、ほんとに好きじゃなかった。バイバイエリサ、なんかごめんね、本当に。なんかちょっと反省だわ、最初嫌ってたの。こういうのやっぱね、別れの時に気づくのよね。翼は？だから誰も別にさ、エリサが別れるじゃないわ、いなくなる話さ、してるのって今のところ、トガキだけよ。大丈夫みんな。やっぱみんな、あんま好きじゃない。やっぱ厳しいからな。厳しい人っていうのはな、やっぱなかなかな、疲れやしないもんね。久々にこれ見るか、ちょっと。そうね。私ぐらいだよね、きっと明るく見送ってあげられるのはね。ちょっと時進めましょう。でも今月は特にどっか出かけようみたいな話は誰もしてなかったね。行くとこないのかな。一番いいのはスケジュールを見ることよね。ホワイトデー特に何もなかったよ。でもはーい、もう春の話し始めちゃったよ。困ったね。春の靴下。テーマは特にないのね。その、なんていうの、プレピーとかは。でも私個人的にも、春の靴下って言ったらプレピーじゃないかな。なんとなくだけどね。フリルソックス。何このハート。このハートいらないよね。あ、カジュアルワンピー。かわいいね。シャツワンピー。これちょっと着ようよ。春っぽい、春っぽい。で、靴下を履くっていう時点でな。あ、ダメよ。写真も多分靴の方がいいと思う。いや、まあピンクだな。しょうがない、これに関しては。そうね、春だからね。どこにつけるの？この辺多分あれだよね。髪の毛を、こういじった場合にって感じよね。やばいやばい。結構やばいと思う。そうね。あ、これは？
あー、んーな、んー、ちょっと惜しいよね。ちょっと待ってね。だとしたら中だよね。中がちょっと変なのよ。使いたいな、このせっかくだからこのピンクのやつな。え、かわいくない？え、かわいい。これでいこう。はーい。いや、私にしてはだいぶピンクを使った方だと思うしね。うん。いいんじゃないでしょうか。はーい。一番簡単なタイプのラーメンだったよ。そろそろポーズ変えてもいいかもね。よし。あ、今回カメラマンだ。どっかの、まあそうだよね、今月雑誌来るわけないよね。だってエリサバイバイ特集があるから、そんなブランドのページを作ってる余裕は多分ないよね。うん、そうだそうだ。はいはいはい。待って、ミスった1個。あ、でも大丈夫そう？よかった。これ持ってたと思う。やっぱ持ってるものくれるわね、割とね。うん。よし。よし。じゃあちょっとポージング変えましょう。なんかね、同じのばっかりもね、っていう。すごい、なんか私服着てるけどブリッコしてるわね。まあでも彼女安定感があるよね、そういう点はね。さあさあさあ、どうしましょう。絶対嫌。いや、意味がわかんない。何このポーズ、信じがたいよね。これしてみよう。たこ焼きプレッピーって言うんだって。で、ここは、これにしようか。で、ここを、これにしよう。もうだいぶ変えてみよう。これはダメだね。よし。ダメかもね。疲れたらしいよ。ほんとに。早く寝ればっていうね。夜だから、この世界は。あ、そうだ、一応。コインがあるかだってちょっと見とこう。なんか夜ってコイン落ちてるイメージなんだよね。落ちてた。多分一番上だよね。
え、どこ？あったあったあった。じゃあとりあえず、あ、待って、サマーセールのところで回そうかな、どうせなら。そうだね。よし。まあ、だってもう春だからね、そのうち来ますよ、夏。おお、武器手に入れたよ。おお、守ってないなーって感じの。おお、守ってないね。よし、じゃあとりあえず、まあ、時を進めましょうかね。多分今月はね、普通にあともう一個地味に仕事をしたら進むと思うのよね。待って、でも今春休みだって。誰かと出かけるんじゃない？どうだろう、春休みって出かけるとこある？花見ぐらいしかない気もするけど、一応どっか行かないかだけちょっと確認しとくか。行かなかったら行かなかったでね、別にいいからね。いなーい。そっか、みんな春は出かけないのね。まあ、そうだよね。まあ、じゃあもうこのままどんどんほんと、時をペッペッペッと進めて、ペッペッペッと言いましょう。はい。まさかの春休み何もないとはね。はい。やば、待って、キータイマー死んだんだけど。まさかのプレッピーコーデだった。私さっきプレッピーやっちゃったよ。終わった。秋のプレッピー、秋じゃないわ、春のプレッピー。どうしよう。結構これ可愛かったと思うんだよね、コーデ的には。これを封印しろってことでしょ。これ結構私好きなんだよね、このフラワーチュール。さっきも使っちゃうけど、このピンクのやつこれ可愛いよね。なんかあるかな。いや、ニューはね結構あるのよ。あるけど、なんかどれを別に使いたいなーっていうのは、ダセー。致命的すぎる。あ、これあり？これだから、これでどう？いや、ダサいなー、ダサいわ。これの方がいいね。これにして、みんな、まあこれでいいか。で、そうね、まあ、そりゃさ、カバンもさ、もうどうしようも、カバンなしでいくか、あえてね、今回はね。カバンなしにして、まあなんか頭つけようか、たまにはね。これでいいんじゃないかな。はい。まあ、ダサかったら、まあ、他のコーデはダサくないと思うんだけど。ああ、これなんだ。まさかの。え、待って、すごい形してる。これは意外なんだけど。っきりさ、もうあのまっすぐ行ったり来たりするだけだと思ったわ。こんな独特な。よいしょよいしょ。これ結構急がないとやばいやつやね。はーい。どっちどっちどっち、 A からね。あ、今のがたこ焼きなんちゃらね。
なんとも言えないわね。はい。まあね。あ、なんかちょっとおばさん臭いな。冬使うかもね。なにこれ、独特。あ、ほんとめいちゃん。はい。なんだそれ、ラブリーパーティーポーズ。なにそれ。あ、すごい、ハート作るの？すごい。それはちょっと使ってみたい。ただ、なんかあんまり私のキャラには合わない気もするけど、ちょっとやりたいよね。さてさて。アニバーサリープレッピーコーデ。ああ、私の勝ちかな。でもなんかザ・プレッピーなのをしてるのはメイちゃんだよね。うん、一番ザ・プレッピーをやってるのは。そうね。おしゃれ春一押し足元特集。あ、これ私じゃない？いやでもなんかポーズが悪いね。なんかちょっと足ガニ股っぽいよね。やだ、悲しい。もうちょっと可愛くポージングすればよかったよね。そう、のぞみちゃん真っ黒ね。私はさきちゃんかな。あ、出た、エリサちゃんさよなら特集。最後にシンプルな服で来たわね、彼女ね。あららら、ら、悲しいね、ちょっともう。春色ネイル特集、モノトーンアイテムに注目、クールコーデとか、来た、私のターン。モノクロも好きだし、クール好きだし、私じゃないっていう。うん。3年目、4月。あら、なになに？どうしたの、さとみ？おじかのさ、あらららら。あ、かわいいかも。それ持ってるよ、多分。へぇ。なんかさ、お母さん独特すぎん？うん。だいぶお母さん独特だわ、もなんか送ってくるものが。うん、別に悪気はないんだけどね。あ、ちょっと。娘の趣味をちょっと知っててほしいなって思うよね。うん。久々にランキングでも見る？どこだっけ、ランキング。私今3位ぐらいだっけ？メリサいなくなったからね。待って、ひなが1位なの？それも許せないんだけど。ね、待って、翼って2位なの？そんな人気あった？え、カエって誰？待って、この顎かゆいってビューポーズ撮ってるカエちゃんは誰？知らないんだけど。へぇ。マキちゃんと私の差がほぼないっていうね、ポイント数ね。千尋ちゃん怖すぎ。え、なんか知ってる子いるかな？さつき？さつきなんか久々に見たわね。メイちゃん14位なの？もっと、あー、写真が悪い。それは写真が悪いわ。なんだろ今の。全然可愛くなかったもんね。ごめんね。フォローしようかなと思ったんだけど、フォローしきれないわ。はい。ということでですね、今回はこれで終わりたいと思います。はい。バイバイ。